こんにちは。今日もお散歩帰りです。見てこの紫陽花ね、もう結構綺麗に咲いてたんだけど、もうダメだね、枯れてきた。可愛い色して色をしていて、そうしかも昨日かな、一昨日友達の花屋さんのインスタ見てたら、あ、これは紫陽花なんだってことに気づいて、これとか全部ね、そうそうそう、可愛いよね。めっちゃ落ち葉すごいけど、そうそうなんです。はい、その話はいいとして、今日は、ジャルマイルで歩くだけでマイルが貯まるっていう JAL が始めたサービス、6月ぐらいに始まったのかな。それずっとずっと気になってたんですけど、で本当にいいのかなと思って、でもまあね、福岡いた頃はもう全然歩かんかったから、車生活やしとかで、そう、で今はねもうめっちゃ頑張って、そう、朝散歩、朝ライブしながら1日1時間は絶対歩くってことに決めてるので、そうね、しかもねちょっとだけ成果が出てきて5キロ痩せました。全然わからんけど5キロ。まあもう元がね、史上最強のマジでやばいぐらいまでいっとったけんね、あれですけど、でもこの調子でちょっと5キロと言わず10キロは絶対落とさないといけない。15キロ、20キロ太ったんで、とりあえず10キロを目標にいきたいと思います。で、その歩いてマイルを貯める JAL フィットネスっていうサービスかな。そう、それについてめっちゃいろいろ喋ったんですよ。私ケチいから、そう、本当にもう、ね、元が取れるのかとか、そう、無料じゃなくて月500円税別か、もしくは400マイルでこのサービスが使えるようになるらしいんですけど、で、お得なのかとか、どれぐらい貯まるのかとか、めっちゃ検索した結果、6000歩歩いたら普通に1マイルもらえて、8000歩で2マイル、1万歩以上で3マイルは絶対もらえるらしいんですよ。で、なんか歌いよう、誰かお風呂に入りながら、そうそう、でプラス抽選券っていうのが毎回あるらしくて、でそこで抽選で倍率かける50マイルもらえたり、なんか400マイルもらえたりとか、そういう抽選があるらしいんですよ。そうで、昨日を早速やってみたんですけど、あれ、私1万歩以上歩いとっちゃけどなと思って見たら、なんか6000歩ぐらいにしかなってなくて、と思って、1万歩ってなっとうけど、私のあのハートのやつ、ヘルス、あれと思って、なんか見た、調べたら、全ては日本時間で計算しますと書かれとったじゃんね。ああと思って、日本時間かと思って、日本時間の12時から23時59分まで、つまりはニューヨークの丸々13時間ぐらい違うけん、ちょっとそこを計算せないかと思って、今朝も あと4000マイルで1万だと思ってめっちゃ歩いたけど、あれと思って、あ、そっかと思って、もう12時過ぎとうやんってなって、日本のですね、あーってなって、日本はもう今10月11日なのかな。そう、こっちはまだね10月10日の今お昼なんですけど、あ、そっかと思って、それも考えつつやらんといけんけど、まあ、ひとまずね2ヶ月間は無料みたいなので、ちょっと2ヶ月試しにやってみようと思います。でもね、なんか私はこうゲーム感覚で、まあ、ポケモン GO じゃないけど、やってないけど、ちょっと初めやったぐらいやけど、そう、でもゲーム感覚でなんか自分のねモチベーションも上がるなら、まあ、その500円は投資と思って、まあ、元が取れんでもね、まあ、プラマイゼロぐらいになったとしても、まあ、いいかなと思ってね。だからやってることで絶対毎日1万歩歩いてやろうっていう気にはなるけん、 そこはいいのかなと思って、多分2ヶ月経った後も継続してやっていくと思います。そう、JAL マイルはね、マイルを買えないので、デルタとかはマイルをお金で買えるじゃんね。そうだけど、まあね、買えんし、私は結構その年に1回はマイルで日本とニューヨーク行き来できるぐらいあるからね、貯まるっけ毎年ね、やっぱマイルは貯めていきたくて、はい。そう、この間福岡帰った時に家族カードで母親も入ってって言って、母親にも入れさせて、そうです、今頑張ってマイル貯めすね。何もせんよりは全然良くないと思いながら、
はい、そう、それと、そう、めちゃくちゃもう残念なニュースが昨日入ってきたんですけど、ニューヨークのブロードウェイが5月まで休業。で1月ね、4日までやったっけ、4日か5日か、まあ、1月の頭まではお休みですよってなってたじゃないですか。それがめっちゃ伸びて5月末やったかな、ちょっと始まりか末かちょっと忘れちゃったけど、そう、わーと思って。ってことはさ、やっぱニューヨークはその旅行者の受け入れ、まあ、普通に旅行者の受け入れというか、旅行者が普通にニューヨークで楽しめるようになるのは、まあ、6月以降って見てるのかなと思って、今の段階でですね、わーと思って。なんか日本はさ、もう結構さ GoTo トラベルとかもさやっとったりさしてさ、ねえ、なんかもう旅行行きましょうみたいなムードやけど、あ、やっぱニューヨーク、まあアメリカはね、そうね、違うのかって思ったら、いろいろなんか計画しとったのも、まあ、次年末、まあ、帰るかわからんけど、まあ、年末帰るだし、次4月、4月にちょっと大きななんかね楽しいことやろうかなと思っとったけん、福岡で、あーってなって、ちょっと際どいのかな。いやでもまあ計画はね立てようかんといかんけんねと思って。めっちゃ歌いようねそうでももう、まあ、ひとまず残念ですね。うん、ニューヨークはやっぱもう5月まで1年はもうかかるってことを決めてるのかな。だってブロードウェイないとね、結構ねブロードウェイを見にニューヨークに来たい人ってたくさんいると思うし、でそうそう、ハワイの話になると、ハワイはホノルルマラソンがあるじゃないですか、12月末。そうでも、まあ、ハワイの超有名なホテルたちはもう12月末までは、休業を決めてるらしくて、ということはさと思って、多分 マラソンもないのかな、厳しいんじゃないかなと思っていたりしております。なのでなんか普通にもう前みたいに、わあニューヨークだとか、わあハワイだっていうのも、もうちょっとしばらく先になるのかなと思ったりしてます。残念やね、ほんと。まあまあまあ仕方ないね。はい、そんな感じでした。じゃあ今日はここで、また今日もこの後散歩動画を、そう私さ、日曜日はさ、毎週日曜日は旅の Vlog 開けるとか言って先週忘れとって、で今週ももうこれ作ってしまったけん、やばい、どうしよう、来週から再開にしようかな、完全に忘れてました。トルコのね、ちょうど1年前か、トルコのね Vlog、 1年かかっても終わってないっていうね。そうなんです。そう、じゃあまあそんな感じです。また明日。の皆さん、こんばんは。今はニューヨークは、土曜日の朝、お昼前です。もう今何時だろう、10時44分です。はい、今日は、今は以前ね、私が住んでたロリマー地区、こんばんは NRST さん、そう、ロリマー地区、私が以前住んでいたロリマー地区、ウィリアムズバーグの隣の駅なんですけど、ここに来てます。で、私